皆様こんにちは、白玉ファミリーのママさんです。今回は今までにやったことのない題材で動画を回しております。私は3年以上 Amazon の Kindle ユーザーでして、電子にも親しんでおります。スマホはもちろん Kindle の、専用のタブレットも愛用しています。そんな私の最近の楽しみは、大体月初めに公開される新着本を見ることです。さらに、Kindle から私へのおすすめという形で月初めあたりに新しい本を勧めてくれるので、それらを見て、次これ読みたいな、気になるななど吟味する時間が結構好きです。なので今回は、私が Kindle 対象本で気になった本をご紹介したいなと思っております。小説、雑誌、漫画など含め全15冊になります。Kindle 契約していないよっていう方も、紙の本の方で、購入するか図書館などで借りるかなどなどをして、次読む本の参考にしてもらえれば幸いです。最後までお付き合いください。まず1冊目が、阿佐ヶ谷姉妹ののほほん二人暮らしですね。有名な阿佐ヶ谷姉妹のお二人のエッセイです。Kindle 見ていたら、こう想定のほんわかした雰囲気に手が止まりました。で、最近ミステリー作品にハマっているんですが、ちょっと内容に引っ張られやすくって、夜寝るのがちょっと怖いなって思う日があったりするんですが、そんな日は寝る前にエッセイなど読むのがいいなと最近気づきました。そんな夜のお供に読んでみようかなと思います。次は雑誌です。ポパイ特別編集、僕たちはこんな本を読んできた。これは SNS で見かけて、こう買おうかなと思っていたんですが、まさかの Kindle 対象本になってたので、なんだか得をした気分になった一冊です。本好きですが雑誌も好きです。こういういろんな方が本を紹介しているものって、こう次読む本の参考にすごくいいんですよね。本のタイトルがバーって並んでるだけでも、ちょっとドキドキワクワクときめきませんか？本好きの方ならあるかなと思うんですが、はい、こちらも気になります。凡人くんの人生革命、こちら全く前情報なしで概要を読んで気になった一冊です。凡人である筆者が凡人であるあなたの人生を少しでも豊かにするために書いたものだそうです。こういう自己啓発系とか、人生の成功体験を語ったような本っていろいろ読んだ時期あったんですが、今はあんまり読まなくなりましたね。それぞれに個性はあるものの、大筋似てる部分が多いかなと思うようになったからです。でもこれは私が今まで読んできた自己啓発本とは少し違う雰囲気があるなと感じて気になりました。次は一気にシリーズ作ご紹介です。3時のあっこちゃん、漢字のあっこちゃん、ランチのあっこちゃん。著者の柚木麻子さんといえば、バターやナイルパーチの女子会などで有名な方ですね。こちらはシリーズ作全巻が Kindle 対象になってました。順番としては、ランチのあっこちゃん、三時のあっこちゃん、漢字のあっこちゃんという形みたいですね。ランチのあっこちゃんは、食の力で悩める女子を救うハッピーなお料理短編集。2014年本屋大賞ノミネート作だそうです。3時のあっこちゃんは前作の続編で、こちらも連続短編集。表題作はイギリスでティーについて学んできたあっこさんが停滞する会議をお茶とお菓子で進行していくって書いてました。3時のおやつにまつわる感じなんですかね。それで最後は漢字のあっこちゃん。表題作は、妙に冷めている男性新入社員に忘年会プロデュースの極意を教えると書いてました。こちらも連続短編集。まだどれも未読なので合っているか分かりませんが、おそらくアッコさんというキャラ強めの女性が、こう食にまつわる何かで周りと関わっていく物語なのかなと思ってます。こういうキャラ強めの女性が主人公なの結構好きなんですよね。骨太な小説が結構もともとはすごく好きでよく読んでるんですが、最近は短編集の面白さも感じているところです。共感 SNS、今では YouTube を含めた SNS は、こう自分のアイデンティティを表現するのに大切なコンテンツだと思うんですが、筆者の、ユーコスさんは、元 HKT のメンバーで、今は経営者というお立場ですが、彼女がアイドルから経営者へこう変身して、成功していくのに、インスタグラムとか、Twitter とかを駆使していたそうで、そのあたりの SNS の使い方でしたり、彼女の SNS への向き合い方などを書いているようです。
駆け出し YouTuber ですが、SNS の使い方をプロのゆうこそさんから学べたらなと思います。また同じ夢を見ていた大ベストセラーの、君の膵臓を食べたいの筆者である住野夜さんの作品です。名前聞いたことあって気になっていた作品なので Kindle 対象本になってて嬉しい作品ですね。これは多分読むかなと思います。ちなみに私は君の膵臓を食べたいは、本も読んだし、テレビでやっていた映画版アニメ版も見ました。青くて痛くて脆いは今積んどくしてます。もっとやめてみた、さらにやめてみた、渡辺ポンさんの漫画は実は2冊ほど読んできて、このやめてみたシリーズ第1巻はすでに読んでます。そして自作であるこれらも実はもうどちらも読みましたはい、漫画なので割とサクッと読めてしまうのもいいところですよね。ポンさんのイラストすごく好きなんですよ。で第1巻は、断捨離をするシーンが多かったんですが、今回の第2巻、第3巻はこういろんなやめてみたが収録されていて面白かったです。〇〇を買うのやめてみたですとか、あと人間関係、夫婦関係のやめてみたなどなどと話題は多岐にわたっていて、第1巻を読んだからこそこう第2巻、第3巻を読んでこう渡辺ポンさんにお近づきになれた気がしました。首都消失、今の日曜ドラマですかね、日本沈没の、筆者である小松左京さんの作品です。実は今年の夏の文庫フェアで日本沈没を購入したもののまだ積んどくで、ドラマをめちゃくちゃ楽しみにしてたんですが、まずは本を読んでからと思い、ドラマも録画したままになってます個人的にはですが、本を読んでからドラマとか映画は見れるけど逆はあんまり好きじゃないんですよね。ちなみに日本沈没も Kindle 対象になってました。本作は首都消失となかなかにスリルのあるタイトルですね。日本沈没読んでからこちらも読みたいなと思ってます。一瞬を生きる君を僕は永遠に忘れない、こちらは青春小説ですね。学生さんが主人公の作品は最近読んでないんですが、タイトルからして泣けそうな感じなのかな。私が読んだ本の中で雰囲気似てるなって思ったのが、先ほどお話しした君の膵臓を食べたい、タイトルの雰囲気が似てるなって思ったのが、毎年記憶を失う彼女の救い方です。どちらもすごく面白い作品です。11枚のトランプ、こちらは傑作記述ミステリーということですね。初めてお目にかかった作家さんです。概要を読んでちょっと気になりました。残念ながらすでに亡くなられているようです。はい、乱れからくりにて日本推理作家協会賞と、90年には歌劇協にて直木賞を受賞されている方だそうです。書影もなんだかこうワクワクするような素敵な書影ですね。少し話はそれますが、テレビなどで披露されるトランプなどのマジックは一度も見破れたことありません。いや、見破れる方すごいなと思います。むしろ考える家事。タイトルめちゃめちゃ気になりませんか？山崎直子らさんといえば、人のセックスを笑うな、母ではなく親になるなどでも有名な作家さんです。山崎直子らさんがこう家事や育児を大変だとマイナスに考えるのではなく、こうプラスと考えて向き合っていく新しい視点のエッセイだそうです。家事を題材にしたエッセイは個人的に初めてかな、見た感じですね。最近はさくらももこさんのエッセイを読んで元気をもらったので、山崎直子らさんのエッセイを読んで、家事楽しくやれる秘訣を教えてもらいたいなと思います。最後のご紹介です。明日死ぬかもよ、少し前にこのような命の尊さを再確認して、こう毎日大切に生きようって思える本を2冊ほど続けて読んだ時があって、いい読書体験したなと思っていました。こちらも一時期よく本屋さんで平置きになっているのを見かけた一冊ですね。タイトルはなかなかインパクトありますが、気になっていたけど購入はしていなかった本が読めるっていうのも Kindle のいいところだなと思ってます。以上、最近気になった本のご紹介でした。動画長くなってしまったと思うんですが、最後までお付き合いくださった方いらしたらありがとうございます。皆さんの次読む本の参考にしてもらえれば幸いです。はい、最後までお付き合いくださりありがとうございます。また次の動画でもお会いいたしましょう。ありがとうございます。バイバーイ。最後までお付き合いくださりありがとうございます。たくさん冊数ご紹介したので1冊ずつ短いお話しかできなかったんですが、
右側に、あらすじ書いてますので、じゃ気になる作品あれば動画止めて読んでいただけたらなと思います。はい、来週は、10月に読んだ本か書評動画投稿予定ですので、ぜひそちらも遊びに来てください。それではありがとうございました。